梅酢に漬けた卵です。このまま食べてもね、そんなにしょっぱくなくて美味しかったんで、これを燻製にするとマジにうまい予感しかしてません。ちょっとね、使ってないとこがあるんですけど、ちょっとこう場所を変えてやって、結構ね、もう梅の赤いのが卵に浸透していってます。今日は雨で燻製できなかったんで、これで1週間ぐらい寝かせることになります。